ピティコと、フランシスコメディーナルナは、スペインレウス出身のサッカー選手。ジャムシェードプル FC 所属。ポジションはフォワード。23歳までは、アマチュアのカテゴリーでプレーしていた。2003から04シーズンには、テルセーラディビシオンの CF レウスデポルティウで23得点を、挙げ、2004年に、レアルサラゴサと契約したが、主に、B チームに登録され、 トップチームでの出場は3試合、計37分間出場にとどまった。2005から06シーズンは、セグンダ・ディビジオンのシウダ・デ・ムルシアに、レンタル移籍し、2006年夏、セグンダのエルクレス CF に完全移籍した。2007年1月には、セグンダ・ディビジオン B のラージョ・バジェカーノにレンタル移籍した。エルクレスに復帰した2007から08。 シーズン前半戦には滅多に起用されることがなく、2007年末にラージョに完全移籍した。シーズン後半戦に21試合に出場して7得点し、ラージョのセグンダ昇格に貢献した。2008から09シーズンも攻撃のキーマンであった。2010から11シーズンにはアルゼンチン人のオスカルトレホと並んで、 チーム2位の9得点を挙げ、ラージョは8シーズンぶりのプリメーラディビシオン昇格を決めた。ありがとうございます。